はい、皆さんこんにちは。今日は3月発売のトミカの注目車種ハイエースの画像が更新になったのでチェックしていきます。まずはタカラトミーさんのホームページからだね。で、新商品情報の3月発売のページの下の方を見ていくと、これだね。ナンバー113番トヨタハイエースの新しい画像がこれです。通常版初回版ともに変わってるね。で、変わったところはっていうと、まずはガラスの部分がこれクリアパーツになったね。で、クリアパーツになったことで内装のカラーリングもちゃんと見えてきました。通常版の方はブラックの内装なんだね。ブラックのボディカラーにブラックの内装、いいね。で、初回特別仕様の方は内装がこれはホワイトになってます。ベージュっぽいボディカラーに内装がホワイト、これもいいね。で、もう一つ注目するところがヘッドライトの部分だね。この部分が今回はクリアパーツに更新されてます。通常版初回版ともにクリアパーツになってるね。で、更新される前の画像はこんな感じです。つい先日までの画像がこれだね。やっぱりガラスの部分はブラックっぽいスモークの画像になってるね。で、この時はやっぱり内装まではちゃんと見えてきてなかったね。で、ヘッドライトの部分を見てみると、通常版初回版ともにシルバーの塗装になってたね。で、それ以外の違いはないかなってよく見たけど、ちょっとわからなかったね。じゃあこの画像をよく覚えていただいて、新しい画像を見てみます。どうかな、他に違いはあったかな。こうやって見てみるとやっぱりガラスの部分がクリアパーツになって内装がしっかり見えるっていうのはいいね。よりリアリティが出てかっこいいと思います。で、通常版と初回版で内装のカラーリングが違うっていうのも結構珍しいんじゃないかな。今回はボディの金型も違って内装のカラーリングも違うっていうことで結構注目されるんじゃないかなと思います。で、以前紹介した時の動画のコメントでよくあったのが、開閉アクションがないねっていうことだったね。この辺りは今回更新されたところを見てみても、アクションはサスペンションのままになってました。これも発売までに更新されるといいね。はい、今日は3月発売トミカのトヨタハイエースの画像が更新になったところをチェックしてみました。で、私の運営しているこのチャンネルのコメント欄をしっかり見てみると、やっぱりこのトヨタハイエースっていうのはすごく人気がありそうだね。カスタムをしたいミニカーファンとかトミカファンにとったらすごくいい商品だと思います。で、もう一度過去の画像をチェックしてみようかな。これだね。この過去の画像で見てみても、トヨタハイエースの作りはすごく細かくて良さそうだったよね。で、この画像を覚えていただいて新しい方を見てみようかな。これだね。新しい画像の方で見てみると、窓ガラスのところはクリアになってるね。内装もしっかり見えてやっぱり良くなってると思います。で、通常版のこのブラックのボディカラーのハイエースを商用版っぽくカスタムしようとしたら、リアの窓ガラスの部分はスモークっぽくするのかな。で、この画像を見る限り内装の形は同じなのかな。カラーリングだけの違いかもしれないです。で、今回の画像更新はいい意味でのサプライズだったね。今度はリアゲートの開閉とかがつくようなサプライズがあってほしいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。